こんにちは、メヨです。メールが送られてきてびっくり。ボイソナ正式版リリース1周年記念のお知らせ。1周年おめでとうございます。気がつけばもう1年経ちましたか。旧チェビオ PRO のチセイちゃんから音声ソフトを使用してきた人も多いと思います。そんなボイソナですが、この度なんとチェビオ AI 版ソングボイス佐藤ささら、 KZN ゆずきゆかりうらら、双葉みなと音をお持ちの全ユーザーにボイソナ版の同ソングボイスを無償提供開始。まさかの展開。今までチェビオ AI で使用していた4人がチェビオで使用済みならボイソナでもサブスクリプションなしで使えるようになるとは。私が今までチェビオ AI で作成したものを読み込んでみたところ、完全ではありませんが、ほぼチェビオ AI のデータを再現してくれました。タイミングやビブラートなどもある程度読み込みますが、完璧とまではいかないようです。チェビオ AI で作ったものと読み込み直したものを聞いてみます。まずはチェビオから。君は聞こえる、僕のこの声が闇に虚しく吸い込まれた。次にボイソナ。君は聞こえる、僕のこの声が闇に虚しく吸い込まれた。お聞きの通り、完璧には読み込めてはいません。ピッチを見てみるとズレや途中で切れているのがわかります。なのでチェビオから完成されたデータを読み込むのならチェックが必要ですね。じゃあ初めからチェビオ AI で使ってればよくないって思っているあなた、違うんです。チェビオ AI と違ってボイソナは DAW で起動できるのです。編集が楽になるんです。ちょっと気に入らないところあったからチェビオで編集してデータ化して取り込んでエトセトラ、こういったことなど DAW に入れたプラグインでの編集などが簡単になります。本当に助かります。さらにさらに、音声合成ソフトボイソナ TALK の無料トライアル公開。女性ボイスライブラリ田中さん、読み田中さんが同梱。そしていつものように個人、法人、商用、非商用を問わず一部例外を除いて原則無料で利用。では早速使ってみましょう。はじめまして、田中さんです。よろしくお願いいたします。操作も簡単で声もいいですね。少しいじってみます。はじめまして、田中さんです。よろしくお願いいたします。ピッチなども編集可能です。調整をしている人ならいつもの感覚でできますね。はじめまして、田中さんです。よろしくお願いいたします。右上のパラメータでもいろいろ変更できるようです。はじめまして、田中さんです。よろしくお願いいたします。はじめまして、田中さんです。よろしくお願いいたします。はじめまして、田中さんです。よろしくお願いいたします。視覚的にも分かりやすく直感的に操作できるので使いやすいです。はじめまして、田中さんです。よろしくお願いいたしま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 す。無料でトライアル中です。これから YouTube を始める人や今までお金がなくてできなかった人におすすめ。これをきっかけにぜひボイソナを使ってみてはいかがでしょう。それでは良き AI ライフを。